手が取らさせてもらって、 この子はね、ちょっともう検査センターで送ってますんで、ちょっとごめんなさい、いっぱいありすぎてちょっと調べられなかったから、緊急の子だけ漏れしてきました。あ、してる。ああ、吸っちゃった。けど、床にちょこっと。ちょこっと取って、それ。めっちゃびっしりしてた。だから、ここ、こういう形で出てきますんで、検査センターに置くと、これ、こういうふうに出てくるから、うん、これでちょっと、今度お話します。で、クロちゃんってさ、冬ってさ、これ、2週間だから切れてないのか。今回は1週間にしてもいいですよ。検査結果も話したいんで。が、薬は1週間ね。それから、あと、インターフェロンと、あ、インターフェロンは、あれです。どうしましょう。これ、あの、冷蔵庫の上で。小次郎と一緒。一緒になっちゃう。一緒になっちゃう。まあ、いいか、一緒で。一緒に使う。まあ、いいか。一緒に使ってください。で、あの子は抗生剤は使ってないから、インターフェロンとこの、ヒステロイドの抗炎症がね、どう出してますか。それと、お薬は、一週間。何ですか。これ、目薬です。これ、クロちゃん。クロちゃん、目薬ですか。と、目と鼻に。あの子、鼻詰まってるもん。盛大なくしゃみしたの忘れてた。そうそうそう。だから、クロちゃんは、クロちゃん、クロちゃんはちょっと調べて、日本で調べたのはほんの一部だけなんです。まずこれね、貧血があるかないか、まあ正常です。寄生虫はいません。白血球数は1万1000の、前が4700だからちょっと上がってるね。なんですかね。かえって若干多いね。違うか、大人だから一応正常範囲なのか。で、内訳。うん、遊んで。それ、で、1万1600の内訳ね。高中級が7800、急性炎症で増えるやつね、正常範囲です。うん、リンパ球が3000、いいとこにありますよね。うん、で、単球が690、まあ一応正常範囲です。でも、これってさ、慢性炎症で増えます。これ有検査して。慢性炎症があります、多分。じゃあ普通よりそう、まあ一応正常だけど、正常の中でも多い方だと思います。お腹のやつがそうなんですかね、血出てるやつ。うん、もちろんそれもある。から鼻詰まりも。そうだ、鼻詰まり。だ、抗酸球は出てないと。うん、だ、赤血球は796、まあ、貧血してないですね。数しっかりありますね。うん、で、若い赤血球も出てる。血小板、ちょっと多い。で、血小板は、これもそう炎症なんです。炎症があると、出血すると、そうするとそれを抑えるために止血するために血小板が活躍してくる。だからちょっと多いということは頑張ってるんですよ。エリスの子はこれが上がってこなくなっちゃうからね。本当に増加してるってことは、まだそういうことなんです。まだ体が治そうとする力はあるよということではあるんですね。なんで増加してるんですかね、発揮陽性から。ああ、ねえ。謎です。まあでもそこがだから、あの子のその、生命力が。そう、生命力、免疫力が若干上がってんじゃない。いやー、頑張ってるぞ、うん、いいことですよ、この子が上がるのは。よし。よかった、これだけが心配です、クロちゃん。うん、じゃあ、ね、クロちゃんは、まあインターフェロンはごめんなさい、長田さん、2人で1本。はい。そんで、クロちゃん用には内服とカオプラ、あ、プラノプロフェン、ごめんなさい。はい。で、預かってるカゴ持ってきて。うわ、クロちゃん。じゃあ持って帰ってます。はい。明日これ出るんですかね、センターの。センターのやつは、明日ちょっと死んでるかも、明後日ぐらいかな。すいません。じゃあ、まあ、クロちゃんはちょっと観察しながら1週間後、今回はね。で、あの子はちょっと、明日ね。明日。で、もう一回帰る前に私、目薬しますんで。これと、本当はもうちょっとたくさんしてるんですよ、これ。何個、何個どこ行った。美味しい。わざとですね、これ。もうなってるからな。滑ってるじゃん。頑張ったね。くりちゃん。怒ってる。ちょっと滑っちゃいます。じゃあちょっと。嬉しいですね。はい、じゃあちょっと先にコジちゃん、コジちゃんじゃあ洗顔します。コジベタベタです、体。そう。あ、そっか。
あ、それからね、この子ね、緊張してたから緊張させ、あのほぐす薬を打ったんですよ、はい、だいぶ抜けてるんだけど、要は人間でいうと酔っ払ったみたいな感じになるんですよ。あ、